はい、じゃあ今回ですね、ちょっとあの小田原市とか、湯河原町にある、マンホールをちょっとね見ていきたいなと思っています。そして最初に来たのがこれです。はい、これですね、北条早雲を、イラストにした、もう小田原市、今この北条氏をねめちゃくちゃ推してて、まあ、大河ドラマに推薦したりもしてるんですけど、まあ、それのね、イラストのマンホールということで、これねすごくあの普通のマンホールと違う、なんかちょっとそういう絵が、あのなんかこの前デニーズくんの動画でも紹介されてましたけど、そういう仕様のねマンホールなので、ね、どんな絵とか写真もマンホールにできるっていうやつですね。はい、ちょっとあとね風魔小太郎もあるみたいなんで、ちょっとそこに行ってみたいと思います。はい、こちらが風魔小太郎のマンホールですね。すごいな、めっちゃかっこいいですね。本当に全国的にも有名な忍者のね風魔小太郎ですけど、まあ、こういう風にちょっと北条氏を押しています。はい、こっちはですね、あの昔の小田原駅の絵を、あとこういうデザインマンホールがまたあります、ね、貴賓室があった、やっぱね、ちょっとあの関東に入る入り口の駅なんでいろいろあったのかもしれません。はい、またね今度ここはですね、あの北条氏政と氏輝の墓所の前なんですけど、そこには、はい、氏政、氏輝の絵がありますね。すごいです。またこのデザインマンホールがあります。はい、今度はですね、あの購買院っていう、これはですね、あの武田信玄の娘で、北条氏政の奥さんになった人のマンホール、こんな可愛かったのかっていうのはありますけどね。購買院、これもだから氏政氏輝の墓所に向けて道案内のマンホールになってます。はい、見つけましたね。今度は北条五代全員ですね。早雲、氏康、氏綱、氏長、氏政、みんな言ってます。北条五代は大河ドラマにはね、もう小田原氏の合言葉なんで、これマジさ全員あんのかな、もしかして。今のところちょっと氏政しか、早雲と氏政しか単体は見つけてないんですけど、全部あるんですか。でこちらはですね、あの小田原氏のまあデザインですかね、こういう、これがたくさん、これはたくさんあります。いろんなところにこの、また小田原城と、まあ、この富士山と、あとはなんかこのね、あれかな、この関所で姫を逃すなみたいな、そういう感じの、はい、そういうね、こういう、これがね結構いろんなところにあります。ここかまぼこ通り沿いになんとですね、このいろんなところにあった、あの小田原市オリジナルのマンホールのカラーバージョンが、設置されております。いやー、いいですね。色を塗るとまたなんかいろいろ分かって素晴らしいなと思いました。はい、ぜひね小田原市いろんなマンホール PR してるんで、ぜひ見に来てみてください。はい、なんかメダカのマンホールもありました。小田原市はねメダカの学校があるぐらいにメダカを推してるんで、やっぱりありますね。